渡辺翔太。一人では何もできない。愛されすぎて周りが身の回りすべてやってくれると告白。菊池風磨にも普段から心配される理由を明かす。こんにちは、スコープ芸能です。11月5日にスノーマン渡辺翔太さんが32歳の誕生日を迎えます。渡辺さんといえばマイペースで飾らない一面を持ちつつも、美容に長けていたり、サウナ好きであったり、美意識が高いことで有名ですね。さらにメンバーの中では年上組になりますが、無邪気な姿を見せることも多いため、バブイと言われることも少なくありません。そんな渡辺さんはこの1年で様々な活躍を見せてきており、より一層活動の幅を広げてきたように感じます。今年1月23日から放送されたドラマ先生さようなら、では連続ドラマで初の単独主演を務め、高校生と教師の自然な演じ分けが話題に上がっていたことは記憶に新しいです。俳優渡辺翔太として存在感を示した証拠として、7月6日からは青島くんは意地悪で女優中村杏さんとダブル主演を務めることとなります。そこで見せたちょっと意地悪な年下男子という演技で多くの視聴者を胸キュンさせていましたね。こうして2クールにわたって主演を務め、着実に俳優としてのキャリアを築いた渡辺さん。さらにそれらのドラマの PR も含め、バラエティ番組でも活躍しています。例えば2月10日放送の新しい鍵では人気企画学校かくれんぼに佐久間大介さんと参戦したことも話題に。最後まで逃げ切る活躍をしてみせていました。またバナナサンドのハモリ我慢ゲームでもしっかり爪痕を残しています。これまでの成功率は 0% ながら、4回目のチャレンジとなった2月13日放送回では気合を入れてチャレンジするも失敗。しかしバナナマンもサンドウィッチマンも笑顔になっていました。その後佐久間さんが成功するとマジやばいってと渡辺さんは何とも言えない表情をして多くの笑いを生んでいました。また5月から放送スタートしたこの世界はワンダフルでは、東野幸治さんと共に MC を務める目覚ましい活躍をしています。そして渡辺さんの活躍はこれだけにとどまらず、5月には歯磨き粉ブランドのデンティスのアンバサダーに就任。また10月1日にはスワロフスキー初のジャパンアンバサダーに就任。こうしてジャンルを問わずに幅広い活躍を見せてきた渡辺さん。何でもこなすその姿はたくましい限りですが、意外にも私生活の方では身の回りのことは人にお願いすることが多く、その私生活を普段から心配されているといいます。昨年に男性ゲストが招かれるトークバラエティトークイーンズに出演した渡辺さん。この放送では渡辺さんが日常生活のありとあらゆる場面で周囲のサポートに助けられていることが明らかになりました。プライベートでも仲がいいという菊池風磨さんや田中樹さんも VTR で登場し、私生活での渡辺さんの様子を明かしています。自らを基本甘えて生きてしまっているタイプと語る渡辺さん。その理由について、ジャニーズにいる期間が15年、ずっと大人の方が何かをしてくれている状況の中で生活を送ってきたので基本的なことが本当にできないと説明。新幹線のチケット、飛行機のチケット、宿泊先の予約が全くわからないと列挙しました。プライベートの旅行は交通手段が確保できないため NG。 行きたい気持ちもあるそうですが、手配をできるように努力するわけではなく、そもそもから諦めてしまうのだと言います。またメンバーの舞台を地方に観劇しに行った際も、一緒に行った他のメンバーが渡辺さんの分まで移動や宿泊先を用意。メンバーに頼りっきりな渡辺さんに、どこまでなら諦めずに旅行に行けると聞くと、チケットの用意がいる遠出はまず却下。また車の免許は持ってるけどレンタカーの借り方もわからないですと話し、ゲストのアンミカさんは人生に諦めるシーンが多いって情けないと渋い顔になっていました。また指原さんが、もしもデートに行くとしたらどうやってどこに行くのと聞くと、渡辺さんはそういうポテンシャル、チケットや宿泊先を予約できるを全て兼ね備えている彼女じゃないとダメですとコメント。女性陣から、こっちがやるの、もてなしたくはないの
と声が上がると、渡辺さんは気持ちはあるけどできないからと押し問答が続き、指原さんはやってなかったら気持ちもないんだよと語気を強めていました。他にも渡辺さんが一人でできないことはたくさん、携帯の買い替えはメンバーで機械に強い、向井くんとか阿部くんにスケジュールが空いてたら来ていただいてと告白。また引っ越しで配線をするときはわざわざ家族に休みを取ってもらいお願いすると明かしました。また嘘婚で共演した菊池さんは渡辺さんについて物件が選べないと証言。物件サイトを一緒に見ているというより、菊池さんが探して見つけた物件の情報を渡辺さんに送ってあげているのだと言います。さらに内見の約束まで菊池さんが取り付け、電話でのやり取りがライブの本番10分前まで行われていたことも、菊池さんはライブ中も頭のどこかで、あいつちゃんといけたかなってマジで自分でやれよって思ってますねと本音を覗かせていました。このように年下の菊池さんにまで頼りっきりの渡辺さんのようです。また家に物を極力置かないというこだわりがあり、ミニマリストだと明かした渡辺さん、自炊もしないし本当に寝るだけの場所なので、テーブルとソファとテレビだけと話すと、スタジオの女性陣はわからないから買わないだけだろと突っ込まれていました。仕事関連のものも一切家に置かず、グッズなどの思い入れがあって捨てられないものは写真に収めて現品は実家へ。渡辺さんは両親から実家は物置じゃないんだよと怒られたことがあるとも明かしていました。ですがそうしたいわゆるポンコツな部分があるから多くのファンに愛されているのではないでしょうか。渡辺さんはどこか隙があるため、寄り添ってあげたい、やってあげたいという気持ちにさせられるのかもしれませんね。 YouTube にアップされている、みんなに会えたことが嬉しい、ボードゲームやります、でも深澤達也さん、向井さん、佐久間さん、ラウールさん、渡辺さんがカードゲーム糸を楽しんでいる動画では、冒頭深澤さんからルール説明が行われていました。渡辺さんはルール説明の間、分かっているのか分かっていないのか曖昧な表情を浮かべます。すると深澤さんは、これね、多分鍋にだけ説明すれば大丈夫なのよと渡辺さんに向かって懇切丁寧に説明をするなど、ポンコツな一面を見せていました。メンバーはもちろん多くの人に愛されている渡辺さん、誕生日である11月5日にはメンバーからたくさんのプレゼントをもらい、嬉しそうな表情を浮かべている姿が想像できますね。また昨年放送された連続ドラマ嘘婚に新藤正樹役で出演していた渡辺さんは雑誌あえらに登場しています。共演者たちにこんなに喋らないんだって言われてしまうほどの人見知りですが、役柄通り菊池さんが渡辺のところに人が自然と集まるというほど常に人に囲まれていることがインタビューで伺えました。ドラマ嘘婚の初回で渡辺さん演じる新藤正樹が登場するや、SNS にはチャラいという言葉が凄まじい勢いで流れていました。これまでの渡辺さんの印象とは随分離れた役柄のオファーを受けた時の気持ちを渡辺さんは意外にもほっとしたと明かしています。新藤って軽さを演じているんですよ、僕も根が軽い感じよりはまあまあ多分少し落ち着いた大人の人間なのかなって自負はしているので、笑だから軽さを作るっていう意味では自分とかけ離れていてもやりやすいなと思って、自由奔放にも映るまっすぐで裏表のない言動でファンからは翔太5歳とも愛されていますが、本人も言う通り地に足のついた大人であることは間違いなく、渡辺さんの発言にはしっかりと腹が据わっています。ドラマのテーマである恋愛についても、僕は多分不適合者かな、わら、例えば彼女がいたとしてもやっぱり友達と遊んでる方が楽しいって思ってしまうんですよね。いや、ファンのみんなを安心させるような言葉じゃなくて、リアルの自分がそうで、なんというかやっぱり一人でいる方が楽ですしと自分を偽ることなく率直に語っていた渡辺さん。相棒を演じた菊池さんとはプライベートでも仲が良く、互いに人見知りする二人ですが、どのように親交を深めたのかと質問されると、
いや僕、なかなか思い出せなくて。でも風磨は僕が面白いやつだから、みんな笑いたいがために渡辺のとこに集まる、俺はその一人だったみたいに言ってくれて、と語っていました。子供のような伸びやかさで人を引き寄せ、みんなを笑顔にしている渡辺さん、32歳になってもその姿は変わらないことでしょう。そんな渡辺さんの活躍に目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。